ャンネルスタート。 G2 KO 杯2歳ステークスをかけるということで、早速やっていきたいと思います。東京競馬場芝 1400m 左回りの全部で12頭です。まずは推奨馬から上げていきたいと思います。リノリノ的推奨馬1番手こちら、2番のロジリオンです。で、最終オッズが7番人気で 15.9 倍になってます。これを上げた理由は、まず、東京の芝1400、同じコースを経験がある、そして1着だったというところです。あと過去も3走走ってるんですけど、全部左回りを走ってます。で、今までの過去を見ると、追い込みも差しもいけそうなので、展開的に隙間を作ればいける、隙間を抜ければいけるんじゃないかなというところで、ちょっと穴馬ですがこちら行っております。そして2投目がこちら、7番のコラソンビートです。これが最終的に1番人気になってます。1番人気で 3.2 倍で、この馬も、左回りの経験がある、積量が軽いのでそこがいいなっていうところと、まあ、逃げたり先行だったりどっちも今までのレースでやってるので、どの展開でも抜けれるのじゃないかなというところで選びました。ただ、デメリットが12頭の中で唯一の牝馬なので、そこだけちょっと気になってます。で、推奨馬3頭目がこちらです。9番のバンドシェル、こちらも7番人気の 15.9 倍です。で、これはですね、ちょっと過去1戦しか走ってなくて1着だった、で1400経験してる、で周りとこう接戦しながらも伸びたレース展開ができるので、伏兵的な枠組みで1頭入れました。そして、推奨馬4頭目がこちら、12番のジャスパーノワール、6番人気の 13.6 倍です。まあこれもなんですけど、左回りの経験があるっていうところと、結構な逃げ馬で、逃げていくかなという、今回も逃げていくところで、まあ1着はないかもだけど、逃げて最後ちょっと後ろの馬に抜かれて、まあ、3着以内に入る可能性はあるのかなというところでこの馬を入れました。以上、推奨馬4頭でございます。はい、ということで今回かけたのがこちらです。単勝の2番のロジリオンに、単勝で1000円と、ワイドのボックスで2、6、9、12の6通り500円ずつの3000円で、トータル4000円いってます。で、7が7が一番人気だったので、今回7を抜きました。なるほど。はい。で、6を入れたのは、函館2歳ステークスっていう G3 に一度出ていて、そこで1着を取ってるんですね。なのでやっぱ G3 経験してるってとこも踏まえて、左回りですし、もしかしたら入ってくるかなというところで、で人気も5番人気っていうところで、まあちょっと1番人気、2番人気、3番人気を外して穴でワイドを買いました。で、これが、一番低いので18.5倍から32.2倍になってます。ということは推奨馬は7なんだけど、はい、推奨馬じゃないのを入れたの1頭入れました、回収率のために。はい、なるほど。はい、まあ、なんでだって、もしこれが来たらでかいです。でかいね。 15.9 倍なんで、はい、これでいきました。はい。で、最後に、大好評リノリノ的展開予想いきたいと思います。大好評なの？ 2 回目だけど。はい、こちらです。ですね、10が逃げる。はい、10が逃げると思います。タイガー&ドラゴンっていう名前がめちゃくちゃいい、うんうん、タイガー&ドラゴンじゃない、タイガードラゴンだったが逃げます。で、これが逃げることにより、ジャスパーノワールがいつもみたいな逃げ方を しない、ちょっと後ろにつくのかなってとこで、若干余力も残るかな、で3着以内に残ったらいいなっていう願望があります。で、この中段の争いの中でこの6と2が抜けてくるんじゃないか、で追い込みのところで9が追い上げてきて入るんじゃないかっていう予想をしてます。あ、そう。はい。で、7はそのまま逃げっぽいんだ。そのまま一番人気だよね。はい。7はなんか逃げもやったり先行をやったり、3走ちょっとバラバラなんで、レース展開的に、騎手誰だ？騎手は、横山武史さんに乗り換わってます。ちなみに11レースが始まる前に横山さん2勝してたんで、今日、うん、騎手の調子はめちゃくちゃいいと思います。はい。
そんな感じですかね。私はですね、はい、ちょっと名前で決めましたね、はい、7番のコラソンビート、はい、まあ、ビートを奏でる私としてはコラソンビート、はい、一番人気になってました、はい、そうですね。で8のミルテンベルクと11のアスクワンタイム、はい、これが、ね、1番2番3番人気なんで、はい、去年が大盤振る舞いしてたんで、そうですね、今年は固くくるんじゃないかな。るほど。いや私はレルで予想してるよ。見てみますか。はい、お願いします。スタート。スタートしました。まずはポイント3番オーキッドラマス出て全然思ってない馬が3がいったよどう全然予想してない馬が頭いってるんですけど。12番ジャスパーノワール、あ、ジャタノワール、いったいったいった、よかったよかった、よかったよかった。10も追いかけてるよね。あ、10が行くかと思ったら行かないや。12が行ったね。うん、12が行ったのは予想してる。で1と9が後ろ、あ、え、9が中段にいる。その後ろに10番アスクワンタイム、難しい。11番アスクワンタイム、はい、12が行ってるね。このまんま、このまんま残ってほしいのよ、12に。で3と10、2は2が中段にいて、そっから上がってきてほしいんですけど。12結構離れてるね。ね、結構いってるよね。さあどうなんのこれ。3が来てるね。残り400ですよ。残り400。あれ、12が行く、これもしかして。このまま3が行った。7が来て、3じゃん。372、372。ああ、待って待って、惜しかったね。うわ、27で買っとけばよかったんだ。だね、かけ方だったね。うわー、響いた。33。え、ちょ、1着なんだった。7。あ、1番人気1回、あ、レコードだって。ね、レコード見れましたね。うわー、7239。すごくない、うん、いや、すごいんだけど当たってないのよ。あ、そう、ちょっと荒れたんじゃないの。1番人気だけ来て、だからちょっと読み当たってたじゃん。でも当てないとね、当てないとね、悔しい。単勝が320円、3連単60240円。え、27のワイドだったらいくらだった。730円。あ、でも5000円か500円かけてたら、まあ、ガミっちゃうか。2の副賞だったら310円。310円、はい。あー、え、めちゃくちゃ悔しいね外れましたね。外れた。え、4000円使って、私が1500円ぐらい使って、1800円じゃない、6通りで1800円使ってますから、うん、もう3万切ったんじゃない。3万切って、やべえ。うわうわ、あ、そう、266はもうだって11着ですよ。6ダメだったんだ。うん、で12が最後垂れて6着。あ、まあまあ、2が2を呼んでたの、あんたすごいね。うん、来るかなって。8番人気、うん、で9と12が6着か。てか推奨通りに買っとけよな馬連だったら、馬連だったら2160円。いや、馬連だった、馬連で買っとくべきだったね。馬連だったね。この推奨2頭の頭2つ馬連で買っとけばよかったんだ。あー、悔しい。はい、ということです。はい、まとめてください。はい、いいですか、明日もやって明日なんだっけ。明日は、G2 のアルゼンチン共和国杯が、アフリカンゴールドが出ます。はい、そう、アフリカンゴールドが出ます。あれ若干惜しい。ちょっと 0% ですよ、回収率。やばいね。いや、ちょっと、でもちょっと言い訳すると、事前予想してかけてるから、ちょっと今までよりハードル上がってるもん、確実に。でも、なんか惜しいじゃん、見当違いなのだって。そこまでじゃない。いや、3はちょっと見てなかったね。
見当違いなの 6だね。まあこの推奨には入れてないから全然ダメだったよこれ。1番人気、2番人気、3番人気、やっぱ来ないんだねこの G2 は。2歳だしね。はい、明日にご期待ください。チャンネル登録よろしくね。